ジョン・ランス・サボテン・ジャック・ガーナーは、アメリカ合衆国の政治家、同国第32代副大統領、テキサス州下院議員、同州選出連邦下院議員、連邦下院議長などを歴任した。ガーナーは最も長寿だった副大統領経験者で、死去後半正規上も、この記録は更新されていない。1868年11月22日に、 テキサス州レッドリバー郡デトロイトの近くで誕生する。名門のバンダービルト大学に学び、後に法律を学んで1890年に放送会に入り、テキサス州ユバルディ郡、ユバルディで弁護士業を始めた。1893年から1896年までユバルディ郡判事を務め、1898年から1902年まで衆議会議員を務めた。 民主党から第58議会への議員として選出され、続く14期を務めた。ガーナーは、会員議員時代に少数党員内総務及び、会員議長を務めた。1932年11月8日に第73議会に再選され、また同日に、大統領選挙におけるフランクリーン・ルーズベルトの伴走候補者に選出され、ルーズベルト大統領の就任ともに副大統領に、 就任した。1936年、アメリカ合衆国大統領選挙で副大統領に再選されたものの、その後政策遂行をめぐってルーズベルトと対立することが目立つ。1940年、アメリカ合衆国大統領選挙では自ら民主党候補として予備選挙に名乗りを上げたが、敗北して政界を退いた。ありがとうございます。